乾いていた。セーラはカオスとの結婚を承諾した。セーラが私を助けようとしたのは理解できたが、弟の死には決着がついていない。皮肉なことに、カオスの方も、この一件で苦しんでいたらしい。カオスが、苦しむだと？あんたたちを踏みにじっておいて、なんで苦しんだって言うんだ？面目の問題だ。大げさに催した闘技大会で、私を倒し、いい格好をするつもりが、何もかも中途半端に終わった。そのうち町に噂が流れた。領主カオスと結婚するセーラが、本当に思いを寄せているのは、町一番の剣の使い手。嫉妬したカオスは闘技大会を催し、小細工を労して剣士を殺そうとしたが、あえなく失敗に終わった。事実だな。真相を知る何者かが面白半分に言いふらしたようでな。カオスは陰で笑い者となり、逆に私は帰って安全になった。あんたの身に何かあったら、カオスがやったと誰もが思う。だから手を出せなくなった。町の人々に後ろ指を刺され、嘲笑され、やがてカオスは人々を憎み始めた。何があったんだ？カオスが領地の水門を閉ざしたのだ。近隣の町や村はたちまち乾きに陥った。陰口を叩かれたぐらいで八つ当たりかよ。カオスにはもう一つの悩みがあった。結婚を約束したセーラだ。あんたのことが好きだったからカオスに見向きもしなかったんだな。いや、彼女は立派だった。はじめのうちこそカオスの強引な求婚に戸惑っていたが、嫁ぐと決意してからは愚痴の一つもこぼさなかった。カオスを拒むどころか、妻としてカオスを支えようとしていた。だったらカオスが悩む理由がない。カオスはセーラの誠意を信じられなかったのだろうな。彼女が不満を出さないのは憎しみを隠しているから。彼女が自分に微笑むのは
別の男への思いを隠したいから。疑心暗鬼のカオスの目にはセーラの振る舞いの全てが裏切りに映った。どうしようもないな。ある意味カオスが哀れだ。他人は誰も信じられず、あるいは自分自身さえ信じられず、カオスの心は壊れつつあったのだ。喉がカラカラだな。カオス様はどうあっても水門を開くつもりはないらしい。畑の作物は枯れそうだし、家畜も弱ってる。水を止めて何の意味がある？このままでは村全体が干上がるぞ。大会の腹いせかもしれないな。カオス様にとってみっともない幕切れだったから、村ごと乾いて苦しめというわけだ。なんという愚か者だ。頭は性格ほど悪くはない。しかし最近は問題を抱えていてね。どうやら魔物に取り憑かれているようで。魔物？その魔物の名は恋。ふざけるな。セーラ嬢もさぞや苦しかろう。誠実に振る舞えば振る舞うほどカオス様は疑いを深める。あんたが助けてやってはどうかな。一応は彼女に命を救われた恩もある。俺に何ができる？俺が出て行ってもカオスが怒り狂うだけだ。助ける気があれば十分だ。あとは流れに任せればいい。迷っていられる時間は残り少ないぞ。水を求めて苦しむ人々とカオス様の間でセーラ嬢は板挟みだ。彼女がいつまで耐えられるかな。おい、大変だ！身投げですって！早く止めねえと！誰かは想像つくだろうな。ああ、聞くまでもない。バカなことはやめるんだ。そうだよ、あんたは何も悪くない。こうするしかないの。
なたは、ダメです、来ないで。私は、もう、こうするしかないのです。なあ、セイラ。あんたの覚悟はよくわかる。だからこそ、身を投げる前に、ここまで追い詰められた事情を話してみないか。私は少々察するものがあるが、この若者はそういうことには疎いからね。よければ私から話すが。あんたはカオス様に結婚の誓いを立てた。言葉を尽くして真摯に語りかけた。だがカオス様はあんたの心も欲しがっている。悲しいかな。思いは言葉では伝わらないよ。心の内は言葉でしか伝えることができないのです。でも、カオス様は信じてくださいません。信じてもらえないのは当然だ。あんたがカオスを愛すると誓っても、カオスには人の思いを受け入れる器はない。私はどうしたらいいのですか？もう、消えてしまうよりないではありませんか。一つ大胆な。でも、冴えたやり方があるけどね。この物語の中に悪役がいるとしたら、それは誰だろう。倒してしまえばいいじゃないか。しかし、あんたならできる。水がなければ死んじまう。もうカオスには従えない。あんたが頼りだ。お前が立ち上がるというのなら、我々は全員で応援するぞ。そうだな。カオスは村から水を奪った。セイラは結婚を受け入れたのに、死を選ぶしかないほど追い詰められている。もう絶望しか見当たらない。そんな中、一人だけ輝きを放つ者がいる。その者の名は、その方は希望は君に託された。お前も見たことがあるはずだ。人々の胸に宿る希望が温かい輝きとなった。希望の光か。みんなの期待を目に見せられて、あんたはその気になったんだな。希望の輝きというものを初めて見たのだ。仕方あるまい。光は暖かく、優しく、弟を亡くした心の穴から差し込んで、私の魂に火をつけた。水は命だ。故に水を止めたカオスは人々の命を脅かす敵。わかりやすい脅威が皆の心を一つにした。誰かがカオスを倒して絶望を終わらせてほしい。人々の願いの中心に私はいた。みんな期待してくれたよ。私ならできると信じてくれた。
誰もが希望に輝いていた。あんたはみんなに希望を送った。光の戦士が世界に希望をもたらすという予言のように。水をめぐる片田舎の揉め事、これが予言の原点だ。さあ、始まりの物語の終わりを見に行こう。